さあ、それでは、じゃじゃん。本日の、えー、お口を割りが愛がある、孔明の、今日も切るわよ。寝た姿勢から、ピラティスのロールアップ、背骨をゆっくりゆっくりゆっくりこう上げていくっていうのをロールアップっていうんですが、かっていきません。背中を床につけて、床に押すと言われるのですが、うまくできない、柔軟性ですか。はい、背骨がこう,うまく動かないっていうときに、どういうことが考えられるかっていうと、えー、脊柱、骨自体の動きが悪い。 っていうのがまず1つですねただ、骨自体の動きが悪いっていうのは、相当な固まったとか、背骨って実はずっと動かさないと固まったりするんですね。なんだっけな、えー、バ,ンブーバンブーボーンだらけな、ちょっと分かんないですけど、その竹のようになってしまった背骨っていうような診断面もあるんですね。ただ、それは若い人で起きにくいかなと思います。日常生活を難なく行っている人には起きにくい症状かなと思います。 じゃあ、それ以外に何が考えられるのかっていうと、もしヘルニアとか昔何か怪我をしたことがあるっていうところは動かしたくないんですね、体っていうのは本能的に。ってなると、そこら辺の動きが悪くて、えー、ロールアップできないって人もいます。で、じゃあどうしたらいいか、えー、大きく言うと、ヨガとか運動で何かできるとしたら、えー、背,背骨の周りの筋肉たち、 をいかににに機能的に使えるようにしていくかっていうのが運動の素晴らしさかな、運動療法かなと思います。じゃあその時に背骨を骨盤、腰、胸、首っていうふうに分けてまず体の動きをしっかり作っていく。実際どこがうまく使えていないのかっていうのをまず考えてみてください。で背骨を動かす時にやっぱり腕とか お腹の力、いわゆる腹筋ですよね。とかっていうことも兼ね合ってきます。あとは、ロールアップって、だいたいこう、ペターってなったところからこうやって上がっていくわけですね。そうなると、足がちゃんと使えてないと、この上半身の力のぶつけ合いもできないんですよ。そうなってくると、上半身、体全体のコネクション、えー、つながりっていうものがぶサイ悪な人は、それもまたできません。それは腹筋がうまく使えていないからっていうのもあります。筋量がないからっていうのもあります。 えー、部分的な筋肉が硬くなってしまって、そこが動かないっていうのもあります。そういう原因がいろいろ重なって、えー、上がらないってことがあります。あとは、本当にそんなことやったこともないから、今までの人生の経験の中で、いろんな体の使い方を駆使してもできないっていう人もいます。それは使い方が分からないだけ。なので、どうやったらロールアップができるのかっていうのを、まず丁寧に丁寧に先生に教えてもらいましょう。 さらにその部分、首、肩、肋骨、胸,胸の背骨ですね、えー、腰の腹筋、さらに腰の背骨、さらに骨盤、あと股関節っていうのも、ね、結構ポジショニングに対切になりますので、えー、ここら辺の動きがちゃんとできているのか、えー、筋量と柔軟性、えー、強く柔らかく、えー、しなやかな動きになっているのか。 えー、パーツパーツの動きが強く柔軟性を持ってしなやかに動いたら今度そのパーツが、えー、上半身なら上半身だけを、えー、首肩肋骨の動きの強さとしなやかさうまくいったら今度下半身股関節肋骨骨盤お腹でこの辺りのね柔軟性強さをしっかりと作れるエクササイズがあってその先に下半身と上半身、えー、体幹下部と体幹上部をコネクションする。 っていう能力があるんですね。そこをできて初めてロールアップみたいな姿勢っていうのはできるかなと思います。ちなみにロールアップはピラティス言うとスクープっていう、えー 呼吸、深い呼吸、ヨガでいうと完全呼吸に近いと思うんですが、それがあって初めてできることなのかなと思うので、スクープがちゃんとできているのか、完全呼吸ができているのか、医療的にいうと強制呼吸とかね、そんな呼吸がまずできているのか、全身でできているのか、カジ場のバカ力みたいな力がちゃんと欲しいときに入るのかっていう確認がして、問題が初めて見えてくるかなと思うので、柔軟性だけの話ではないです。 体の筋肉の硬さ、えー、ないしは骨がそもそも怪我をしててそこがもう動き、うん、機能的に落ちている可能性もあるそうなるとそこら辺の筋肉は柔らかく絶対になりづらいので、えー、そんなことでやっぱり固まってしまいますよねそういった意味でも深い呼吸が脊柱のサポートをしたり、えー、脊柱周りの筋肉を無駄な力を抜くよっていうね、えー、そんなことも言われていますそんな論文でありますのでそういうことを加味して、えー、どんなことをやっていたらいいかっていうのが決まって できますのでぜひねそんなところも少し先生と一緒に見ていただけたらななんて思います。